サウンドジュリアです。今日はですね、バイオリンで、ハーモニクスを追加するというバイオリンハーモニックツイーターの、動画を撮っております。今日午前中にですね、こちらのシステムが聞きたいということで、バイオリン工房の方がお見えになられて非常に気に入られまして、購入していただけることになったんですが、これ動画で撮ってもですね、ハーモニクス成分なので、ちゃんと聞こえるかどうか分かんないなと思ったんですが、今こちら あのワンポイントマイクで録音して、ちょっとヘッドホンで確認しましたら、結構これがあの差が分かるので、ちょっと YouTube にアップしてみようかなと思って、動画を回しております。原理はですね、このバイオリン、あの普通に弾けるバイオリンがあるんですが、このコマの部分にですね、このなんかあの UFO みたいなものがついてると思うんですが、こちらをですね、音声帯域の周波数、なんていうんですかね、スピーカーと同じ、入力みたいな周波数帯域でこちらを震わせますと、コマが震ってバイオリンから音が出るという、そういう仕組みなんですが、エネルギーもないですし、中高域しか出ないんですけど、バイオリンってあの周波数分析すると普通に聞くだけで数万ヘルツの、ハーモニクス倍音が出ているので、音声帯域にそれを追加することによって全域にわたって、音色が良くなるという、そういうもんなんですね。でこれ今あのコマにサウンドボックスというこのものが刺さっているんですが、これ取れば別に普通にバイオリンとしてですね、こう弾けると、このなんかこういう音をですね、周波数分析すると、数万ヘルツ出ていると。で、過調帯域より上の周波数が出るので、CD 音源なんかのですね、あの2万ヘルツ以前でこうカットしてあるその元の音に、比例してですね、あの倍音が立つという、そういう原理です。バイオリンの何て言うんですかね、あの元々のこういう音色によって多少音質は変わるんですが、Amazon の1万円のバイオリンでも、あの日本のスズキバイオリン3万円ぐらいの練習用のバイオリンでも結構これが効き目があって、今後ろに立っているのはそういう安いバイオリンです。これ私が触ってますのはあのお客さんの持ち物なんですが、そういう感じになってですね、ここのコマの部分にのサウンドボックスというコマを震わすアタッチメントをつけるという、こちらはですね、あの私のところのオリジナル商品ではなくて、これをあの作っているところがありまして、非常に気に入ってあの取り扱いをさせていただいているものになります。今日はですね、このマイクを使った空気録音でハーツフィールドから音を出しまして、このバイオリンを鳴らす音を追加した音とない音と聞いていただきたいと思います。で、バイオリンは非常にちっちゃな音で鳴らしますので、その音も聞いていただきたいと思います。準備しますので、ちょっとポーズで一旦ビデオを止めます。はい、準備ができました。先ほどのですね、バイオリンのコマにつけたサウンドボックスをドライブするのは専用アンプが必要なんですが、ラインアウトで入れまして、専用アンプで増幅して、音を追加するという、そういう感じです。今、スピーカーの音量と、それからあのバイオリンが鳴る音量を比較しますので、ちょっと聞いてみてください。まずですね、スピーカーを鳴らします。スティーシー・ケントの、音楽ソフトになります。はい、じゃあバイオリンの方を鳴らしてみます。はい、非常に小さな音量なんですが、当然あの専用アンプのボリューム上げればもっと大きな音で鳴るんですが、これぐらいの音がですね、なんかあのちょうどいいという感じになります。でこれからあのバイオリンとそれからスピーカーの音を混合した音を聞いていただいて、そして次はですね、バイオリン あの先ほどのちっちゃな音を切った、そういう音で聞いていただきたいと思います。
Je voudrais le soleil vert Des dentelles et des théières Des photos de peau de mer Dans mon jardin d'hiver Je voudrais de la lumière Je voudrais le soleil vert Des dentelles et des théières Des photos de peau de mer Dans mon jardin d'hiver Je voudrais de la lumière Je voudrais le soleil vert Des dentelles et des théières Des photos de peau de mer Dans mon jardin d'hiver Je voudrais de la lumière はい、聞いていただきましたがいかがでしたでしょうか。ちょっと YouTube で違いが分かるかどうか分かりませんが、まあ、こちら現場で聞いておりますと、最初のチンチロリンという音とかですね、ビブラフォーンの音、それからまあ太鼓のドンドンいう音も、まあ、広域から低域までちょっとこう音色が違って聞こえるんですが、どうですかね。まあ、これがあのハーモニクスが追加された音ということなんですが、結構生楽器をやってる方とかですね、あとあのクラシックのコンサートによく行かれる方なんかはすごく反応しますね。それから長くオーディオやられてて、そのまあどこまで広域が出るかとか低域が出るかっていう聞き方ではなくて、まあ、音楽の表現とか音色とかですね、そういうのが豊かに出る方が好きっていう方はすごく反応します。まあ、店に随時ありますので、興味がある方は、聞きにいらしてください。今日は以上です。